皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。年末年始でライブ配信を頑張ってたんですよね。なので、まあ、そのライブ配信を見てない方は今回の動画が新年初めてお会いするということで、改めましてどんどん新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。おうおう、はい、じゃあ行ってみましょうか。今日もレンズレビューをしようと思います。このシグマの1424-2.8 というレンズがあります。これソニー用を、シグマさんからお借りすることができました。前回の動画でニコンの1424-2.8 のレビュー、まあ、すごく素晴らしいレンズで、私も1本買わせていただいてですね、そのレビューをしたんですけども、このレンズすごい気になってたんですよ。もし、シグマさんのがニコンの Z 用でこのレンズを出してたら、もしかしたら私こっちを買ったかもしれないってぐらいいいレンズなんですよね。なので今日は、こちらのレンズのレビューですね。一応あの参考程度に星の像が、周辺像が分かる画像を撮ってきましたので、その写真をお見せしつつレビューをしたいなと思います。で、本来であればちょっと作例も見せながら、やるんですけども、まあ、今こういう状況になっちゃったので、ちょっと作例撮りづらくなったので、今日はその製造比較のできる画像だけお見せして、このレンズのレビューをしたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。はい、それでは、実際に画像を見ていきたいと思います。この画像にしましょうか。はい、これですね、あのこの画像は例によって赤道儀で追尾しています。だから、単純にその地球の自転の影響とか関係なく、しっかりとレンズの性能が出ているはずなんですね。じゃあ見てみましょうか。まずは、まあ、中心像ですね。はい、とっても鋭いですね。まあ、とてもいい精度です。で、問題はこの周辺ですね。はい、周辺見てみましょう。もうちょっと拡大してみましょうか。 200%、 はい、これ開放 F2.8 ですね。まあ、ちょっとこうやってなんか横にビョビョビョって鳥が跳ねたような感じになってますけど、これ 200% でこれだから基本的にはまあそんなに気にならないですよね。はい、左上見てもちょっとこう十字になってますが、いやー、値段考えたらすごい性能ですよ。これシグマさんの、ここ数年のシグマさんのレンズの、傾向ですけども、その値段そこそこでも性能は、倍の値段してもいいんじゃないですかぐらいの写りをする特徴があるんですよね。いや、まあタムロンさんもそうですけど、やっぱサードパーティーのそのレンズメーカーの、精度たるやすごいですね。でここ 200% まで拡大してこれですから、普通に写真で見たらほぼ点にしか見えないと思います。うん、そうですね。これあのちょびっとだけ見づらいと思うので、ちょっと整えます。見やすくしますね。ノイズをちょっと減らして、多少ちょっと明瞭度上げてみましょうか。はい、いやー鋭いですね。鋭い点像で自分のピントがちょっと追い込めてないかもしれないですね。ちょっとなんか色修差的なもの、パープルフリンジ的なものがあるんで、まあこれ消せますけどね、こっちでね、こうやってやったら、はい、このもので消せますけどね。周辺も、すごいですね。いや、やっぱり素晴らしいレンズですよ。まあ、多分純正のソニーの1224F2.8 かは、まあ、これを超えてくる製造なのかもしれないんですけど、値段が倍するじゃないですか。だから倍以上か、まあ、それ考えたらね、全然こっちでいいと思いますよ。まあ、今日シグマさんの1424の
2.8 の動画なんですけど、聞かれると思ったのでニコンの方でも撮ってきました。あのニコンの1424の 2.8 どうなんですかっていう、まあこの間レビューをしましたからね。ただまあマウント違うので単純な比較にはならないと思うんですけども、ニコンで撮ったのがだいぶ明るめに撮ってます。はい、こんな感じですね。まあこれですね、周辺像だけ見てしまえば、まあ、ニコンの方がいいですよね。こっちはなんか羽が跳ねたみたいにならないですからね。まあでもね、これね、どんぐりの背比べですよ。どっちもいいと思います。でまあ、あのお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、この2つさっき そのソニーの画像と比べるとなんですけど、一応まあこの右側がニコンで左側がソニーで、まあ、並べてみましたけど、あのソニーの左側の方がこっちの方がなんか星の数少ないと思いません？これ星食い現象って言われてるんですけど、ソニーさんはあのノイズリダクションがすごい強くて、星が消えちゃうんですね。細かい星が消えちゃうという現象があります。だから結構バッキバキの星空の写真撮りたい人は、まあ、ソニーじゃない方いいよみたいな話聞くんですけどね。まあ、成形写真だとそんなに気にならないというレベルです。ちょっとこうやって比べると一つ分かるのが、ここの鉄塔ですか、これの角度が結構違いますね。パースペクティブがニコンの方が強いのかな。パースの方がシグマの1424の 2.8 の方がもしかしたらパースペクティブ、その周辺のこう建物とかがこうギュッとなるその周辺の歪みがもしかしたら少ないのかもしれないですね、その建物に対して。だから天像、単純に星像、その星空の天像を見るんだったらニコンの1424の 2.8 の方が多分優秀なんでしょうけど、まあその手前の風景のこのパースペクティブ、歪み具合っていうかね、そういうのはシグマの方が素直に映るのかもしれないですね。まあこんな感じでちょっと比較をしてみました。この2本こうやって比べるのもなかなかないですよね。てかまあどっちもいいレンズですねこれね。どっちもいいレンズだ、素晴らしい。まあ結論としてはですね、このシグマの1424の 2.8値段の割にはめちゃめちゃいいと思います。で特にこの DGDN の、ミラーレス用の方ですね、これはあの一眼レフ用の方とはまた違ってくると思います。ミラーレス用の方で今日は比較してます。ソニーのボディでやってます。まあだから、このソニー E 用とか、それから、シグマ、ライカ、パナソニックの L マウントも同じような製造なんじゃないかなというふうに思いますんで、そうです。ソニー使ってる人はこのレンズめちゃめちゃおすすめですね。まあ、純正の方が多分いいんでしょうけど、まあ、このレンズのコスパが凄まじいですね。はい、ちょっと今日ね作例が撮れてないので、まあ、こういう状況なんでこんな製造比較だけになりますけども、とりあえずこの画像だけでもこのレンズの素晴らしさというのが非常によくわかりますね。はい、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。はい、めっちゃいいレンズでしたね。これもうそのニコン用とソニー用っていう時点でマウントの径とかね全然違うので比較になりません。比較にならないんですけども、まあ、それよりもこのシグマのこのレンズのコスパですよね。値段がこれ15万円ぐらいですから、それで手に入る製造としてはですね、すごくすごくいいレンズじゃないかなと思います。で私富士フィルムさん の GFX を、まあ、そのうち買おうかなと思ってるんですよね。なんですけどその時に使うレンズはまあこれにしようかなと思ってて、メーカーさんでそのフードカットのサービスあるじゃないですか。 GFX にこのレンズつけるとこのフードが映り込むんですよね。でそのフードカットでこの前玉が全部出るような感じになっちゃうんですけど、それをやれば GFX でも蹴られなく使えるっていうですねことが分かっているので、
その時はまあこのレンズのお世話になろうかな、まあその時はキャノン EOS 用になるんですけども、 EOS 用を、EOS から GFX に変換アダプターをつけて使用するというような感じなんですけども、どうしてもその純正レンズが明るい広角レンズっていうのがないので、まあこのシグマさんのレンズがその GFX をカバーするぐらいイメージサークルが広いっていうね、驚愕の事実ですよね。まあそういうレンズになってますんで、まあこの今回はこのソニー用で使ってますけども、GFX そのうち買った時もこのレンズのお世話になろうかなと思っています。それでは、今日はここまでになります。まあこれからはですね、ライブ配信もこういう通常のこの編集する動画とまあ変わらないクオリティって言ったらちょっと無理ありますけども、近いクオリティでまあいろんなことを試しながらやっていきたいなと思いますので、ライブ配信も基本的には毎週やろうと思ってますんで、この動画でわからなかったこととか、あとちょっとコメントだけだとね伝わりづらかったこととかをこう直接聞くことができる機会なので、皆さんぜひ私とですねコミュニケーション取っていただけると大変嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー、バイバイ。